はい、皆さんこんにちは。今日はですね、覚悟のダブルプログラムのところをやっておきます。はい、早速実践しますね。プログラムのポジションから、右足ヒールからスロー、クイック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 、スロー。はい、またこっちから3、はい、スロー、クイック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 、スロー。はい、ポイントはですね、スイープルアクション2回、左足かかとからこう出て、ここでスイープルかけるところですね。イン、アウト、アウトになったらまた出てイン、アウト、こういうことですね。はい、しっかりプログラムポジションですんで、視界をしっかり上空部でしっかりここ見て、目の玉だけ進行方向 OK ですね。これこう行きまして、かかとから左足が出て、この時にも左回転、ぐっと下半身主導で左回転かかりますからね。イン、ここでアウト、イン、アウトと、こんな感じです。で、インに入った時に、見てる位置がですね、ちょっと後ろに戻される感覚がありますからね。これは自分でインをやったらですね、シャドウでも十分体感できると思います。あと、向こうへ行く推進力が弱い場合は、足が、揃う場合あります。ここから揃う、ね、揃ってその場で、ね、こういうふうに揃う場合あります。男性が揃えてくる場合もありますので、その時は推進力が向こうへ行くのがちょっと弱い時ですね。はい、うちの揃って練習する時は、開けて練習してくださいね。推進力向こうへ行く推進力を強めで、練習する。1回、2回もね、推進力強めで。左足の軸足がつま先で、こう回転がかかるようにですね、まあ、かかります。下半身主導ですからね、ぐん、かかるようにまで、しっかりと左回転を練習しておいてください。はい、こんなところですね。また何かありましたら補習します。はい、皆さん頑張ってこのフィギュアも練習しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。